ダッシュで行こうぜ。どうも、武田でございます。明日、試合に出ようと思います。よいしょ。今日がね、10月27日、金曜日の10時46分なんですけれども、明日、日体大競技会にエントリーして、ずっと出ようか迷ってたんですけれども、せっかくなので出ようかなと思います。皆さんお気づきでしょうか？武田後半シーズン。まあ、秋シーズンですね。一試合も出てません。これは僕が陸上短距離を引退したとかやる気なくなったとかではないです。YouTube ユーザーの皆さんにはそう思われても仕方ないのかなというところはあるんですけれども、違います。理由があります。ずっと座骨神経痛、お尻からハムにかけての痛みっていうのが取れてません。今シーズンはずっと痛かったです。はい。今もね、まだ残ってる感じはあります。プラス、一週間後、フルマラソンあります。イェイ。What do you mean?もういいね、 YouTuber っぽいね。なんかね、むずい、難しいね。長距離の連戦とか短距離の連戦だったら惰性でいけるんですけど、フルマラソンと短距離って別競技なんですよね。ソフトボールと野球みたいな。ちょっと例え下手くそだな。同じ走る競技だけど物が違います。片や10秒で終わりますけど、フルマラソンはまあ僕レベルですと4時間半ぐらいかかる。練習時間、使う筋肉等々が変わってきます。一番厄介なのがどっちもやんなきゃいけないので、シーズン中の練習のクオリティ下がっちゃいます。例えばヨシキと20キロ走ったら2日間ぐらい動けなくなるし、逆を言えばですね、ウエイトがっつりした次の日は長い距離を走れなくなっちゃいます。怪我のリスクとかもね、でかいね。ちょっと初体験だね、これは、ぶっちゃけ。今年の2月にやったフルマラソンですね。まあ2月なので、冬季練習をちょっとこう、長距離に変えるベクトルぐらいで調整できたので、2月にフルマラソン終わって、3月からのシーズンインは割といい感じに入れたんですけど、同時進行ってなると、ちょっと違う。話が違ってくる。短距離は YouTube でみんなに見せたい。まあもちろん本気でやってるんだけど、見せたいっていう感じの、まあ、種目であると。フルマラソンとか長距離っていうのは、どっちかといったら、こう企業様とのタイアップとか、サポートを受けての調整がほとんどなので、どっちかといったら長距離の方が優先度は高い。まあ楽しいからいいんですけどね、楽しいからいいんですけど、怪我しちゃうとこっちの仕事、僕に入るお金がなくなっちゃうっていう。生きていくためには長距離もやらなきゃいけないっていう。自分の好きな仕事をしているはずが自分の苦手なものをしている。カオス。新しい挑戦とかまあいろいろこうできるんで、体を動かすこと自体好きなのでいいんですけど、もどかしい部分はちょっとあるんですけど、ズルズルしちゃいましたね。9月10月ですか。腰とお尻が痛くて短距離練習もあんまりできない。フルマラソンもしっかり完走しなきゃいけないので、距離は走んなきゃいけない。まあでも今シーズン結果出せなかったのは、まあ僕の実力不足っていうのがもうその通りなので、長距離のせいではなく、ただこの9月10月はちょっとそこの兼ね合いでズルズルいっちゃったけど、まあ、今シーズン1年に関しては僕の実力不足、調整力不足だったなっていうのは自負してますという感じなんですが、フルマラソン走る前最後のチャンス、もちろんね、10秒7を3年連続毎年か、 YouTube 始めてから毎年社会人ベストとか1年ずつ更新してって、去年はね自己ベストタイまで来ることできたんですけれども、今年はね自己ベストを抜こうっていう感じではもちろんありません。ぶっちゃけ言うとね、10秒もね無理、10秒も無理です。まあほぼ検証みたいな感じですね。長距離の練習してる僕が出る 100m 何秒なのっていう感じ。何秒出るんだろうね。予想します。ちょっとね、今ご視聴の皆さんもぜひ予想してほしいんですけど、11秒、条件良くて1、まあ無風で2、3ぐらいかなっていうところはあります。で、僕がやりたいのはできれば好条件に恵まれて、今シーズンのシーズンベストが11秒11なんで、まあ、11秒1切って11秒0台に乗せるぐらいはできたら満点かなと思ってます。 100m もやりきって、1週間後のフルマラソンもしっかり完走して、このシーズンアウトという形になるかなと思います。今シーズンこういう形になってすごい悔しいんですけれども、まあ、来年20代ラスト29から30歳になるちょっとおもろい年なので、今んとこ来年もしっかり 100m 自己ベスト目指したり、あとやり投げとか、また新たなチャレンジいっぱいしていきたいなと思ってますので、まずは今ある自分の力をしっかり皆さんの前でこう出してね、 YouTuber として皆さんの前にしっかり走って、明日できることは全てしますので、11秒0しっかり目指して好条件で走れますようにってしっかり祈って、いいシーズンアウトできればいいかなと思います。それでね、明日ね 100m 終わったらね、こちらじゃじゃん、ご褒美のミルクレアヌオーパッケージバージョン、超楽しみにしてたんですよ。これずっと食べたくて、ぎゅーっと濃いねっちりリッチミルク、かわいい。 お前も同じこと言ってんかい。個人的には宇治抹茶味が非常に楽しみになります。中身よりはね、箱に僕は興味ありますから。見てこれ、えぐない、かわいい。あの僕結構ね、みんなにヌオーに似てますねって言われるんだけど、似てるかな。それではね、明日もね7時起きぐらいなので、11時、うん、結構寝れる。まあ12時ぐらいには寝て、明日しっかり1日試合頑張っていきたいと思います。それではおやすみなさい。
はい、投げます。ダッシュで行こうぜ。俺がさ、神対応って言っといて。あ、わかりました。しっかりそこ、はい、頼むよ。はい。みんなピンクマックスぐらい。はい、SP 派だ、SP 派だ。もう走った今日。走りました。どうだった。一応、100m ピンレース初めてだったんで。100m 選手じゃないってこと。はい、400。あ、400の選手だったんだ。どうだった。まあ、そこそこ、はい、俺もしかしたら今日負けてるかも。いや、そんなことない。今日やばくてさ、でも聞いてみんな、俺1週間後フルマラソンあるんだ。おー、短距離選手です。短距離選手だよ、みんな俺のこと短距離選手だと思って見てるでしょ。はい、間違ってないよ。ありがとう。はい、ありがとうございます。大学生。大学生です。大学生。何なりたい、なりたいですか。駿河台大学。駿河台やん。駿河台やん。アイアンマンじゃん。アイアンマン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 と同じ。マジですか。そうそうそう。積んだいじゃん。チャラいじゃん。チャラいじゃん。チャラくないです。チャラくない。チャラくない。大真面目。大真面目。大真面目。全部授業出てる。出てます。本当か。本当。いい取るよ。やばいですよ。仲いい。仲いいです。みんな短距離。いや、短距離、短距離。跳躍っぽいわ。イケメンは大体跳躍だよ。そうですね。写真？あ、写真撮ってる。撮ろう撮ろう。何年生？1年生。まだ酒飲むなよ。飲んでないっすよ。絶対飲まない。絶対飲まない。絶対飲んじゃない。絶対飲まない。絶対飲んじゃない。行きます。はい、チーズ。はい、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。もちろん、もちろん、もちろん。跳躍や。幅跳びだ。はい。7m30。強い。行きます。はい、チーズ。はい、オッケー。ありがとう。ありがとうございます。ここも先生ですか。逆に気まずいわ。こんな感じ。俺のこと興味なくて。ありがとうございます。ごめんね。ありがとうございます。ありがとう。お疲れ様でした。ありがとうございました。頑張って応援行くわ。カンカレ。頑張ってください。出てね。はい。頑張ってね。ありがとう。ダッシュで行こうぜ。お疲れ様でした。今終わって帰ってきました。ほんとね、とんぼ返りしてきた。走って視聴者の皆さんとちょっと話してすぐ帰ってきて、3時40分、タイムプラス 1.7 で11秒23という結果になりました。まぁ、あ、ちょっと目標のね、11秒1切り、シーズンベストをこう切っていくっていうのはちょっとできなかったんですけれども、まぁ、あ、納得してます。はい、納得してる。しゃあない、こうなるよ。だってさ、今日の試合までにやった練習メニュー、20キロ、5キロ、2キロ何してんの俺。やーるー、全部仕事を。もちろんフルマラソンのために距離踏んだっていうのもあるんですけど、試合前にやった練習が、20キロ、5キロ、2キロなんですけど、2点ぐらいかな、良かったところと面白かったところ、2点ぐらいお話ししたいんですけど、まず1点目、体は軽かった。めちゃくちゃ体軽くて、アップしてる時にあれ今日10秒あるって思ったぐらい軽かったんだけど、試合の時に挑む体重がまあ大体67から87後半から8前半みたいな感じでいつも試合の時臨むんですよ。なんですけど今日の体重 65.6、軽っ。長距離やってちゃんとシェイプしてるわ。体重軽くなってます。短距離選手ってさ、グイグイ押していきたいんですよ。グッと押してバーンってこう反発が返ってくる感じ感じたいんだけど、スパイク履いてね、今日マックスフライ履いたんですよ。メロンパンマックスフライ履いたんですけど、マックスフライの反発を今日感じなかった。いや面白いね、すごい。やっぱ短距離の練習は必要です。当たり前。すいません。当たり前のことです。当たり前の結果です。来年はやっぱりもう一回ちゃんと記録出したい。10秒76で自己ベストタイのまま終わりたくないんです、さすがに。やっぱ目指すには、やっぱ体重増やして、筋力量増やしていかないと、スピード出てこないかなっていうのが1点。今日それね、すんごく感じた。軽っと思って。痛くて力入んないとかじゃないですよ。びっくりした。いや、初めて、こんな。いやー、いい経験しました。2点目。怪我とか一番心配してたんですよ。やっぱり、1週間後にフルマラソンあるんで、ちょっとここで怪我したら嫌だなって思ったんですけど、しっかり全力で全部走り切りました。走り切って、走りたくない。足が痛くない。いや、でかい。アップしてる時も特に痛むところもなくて、これからの冬季練習はすごく楽しみになってきてます。はい。充実した冬季練習が送れるように、これからしっかりまだ頑張っていきたいなと思っております。出れたらいいなぐらいでエントリーしてて、前日ぐらいまでずーっと迷ってたんですよ。なんですけど、まあ条件もいいし、天気いいし、フルマラソン1週間前に100メートル出るって結構おもろいなと思ってたんで、出たんですけど、出てよかったです。よかった。
本当に出てよかったです。結果としてはタイムとしては残念な結果になりましたけれども、陸上系 YouTuber っぽくていいかなって思います。最後総括かな。やっぱ今シーズンちょっと一応これで 100m は一旦今シーズンは終了という形になるんですけれども、まあ、ちょっとオープニングの方でも話したんですけど、やっぱちょっと1年間ずっと苦しかったですね。苦しくて、まあそれはやっぱり座骨神経痛の痛みとかハムストリングスの痛みっていうのがやっぱり一番大きな原因ではあるんですけれども、最後にちゃんと自分の力出し切って足が痛まなかったっていうのは大きな収穫かなと思ってますので、このまま痛い感じでズルズルも冬季練習もなんか微妙になってという感じだと嫌なので、冬季練習はしっかり詰めそうかなってところで、2023年の武田はシーズンアウトという形になります。さあこの動画を編集して皆さんにお届けします。何時終わるかな。ここで俺の編集スピードを皆さんに見せてやるぜ。適当な動画出さないよ。編集スピード、ここからが大事ですから。試合終わった後なのにこれからカフェインどっぷり入れます。編集終わらせて何時終わるかっていうところがポイント1個ね。でその後にヌオーミルクレアを食べて今日の動画は終了したいなと思います。編集やっていきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。あ、こっちだ。時間がね、7時20分ぐらい。だから4時ぐらいに始めたんで、3時間20分。3時間半かかんないぐらい。タイムラインが、こんな感じですね。タイムラインって言うんだっけ。結構、しっかり、編集してます。実はこれ。で、インデックスって言って、前も一回説明したんだけど、僕が、編集で触った数が、ま、550ぐらいあるんで、多分ね、これ編集してる人だったらわかると思うんですけど、普通にやってる。よし3時間でこのスピード。怖いわ。俺の編集スピードの速さ。ということで、この編集終わったよっていう動画のデータプラス、ちょっと待ってよ。ミルクレア食べていきたいと思います。蓋開けんのもちょっともったいない気がするけど。うわっ!いいね!棒タイプだ。棒タイプ。食べてくよー。めっちゃ糖分欲しかった。編集頑張ってめっちゃ糖が足りなかったから。いただきます。ぎゅーっと濃い、ねっちりミルク。ぎゅーっと濃い、ねっちり、リッチミルク。ほんとにうまい。頑張った。ほんとに。みんなもシーズンお疲れ様でした。おやすみ。